これは骨が折れそうですね。あれは副長の箱の力だな。なかなかやるな。あとは任せてもらおうか。さすがはババ様。ロジーヌも見事だ。エマ、手伝いなさい。分かったわ、姉さん。これが魔女に聖杯騎士の力。先輩、姫様も。ダメだ、出てくるな。危ない。姫様、逃げてください。ダメよ。この距離だとレディーに失礼だろう。パトリックさん、ハイアームズ家の。助かった。一気に仕留めるぞ。ああ。よかった、ご無事で。エリゼの方こそありがとう。パトリック、本当に助かった。いや、たまたま様子を見に来てよかった。それにしてもどうしてこんなことに。この金の音と何か関係があるのでしょうか。ええ、実は。セドリックたちが、どうして。どうやら帝都全域がここと同じ状況みたいね。鉄道憲兵隊や第四機甲師団も動き始めているらしいが。そんな。とにかく殿下たちの安全だけでも確保しないと。それは任せてもらうわ。その女学院を中心に私が結界を張りましょう。先ほどの魔鋼兵や幻獣程度なら防げるはずよ。本当ですか。そうしてもらえるなら。お姉さん、やれやれ、当てにしてたんですが。まあ、ぜひもなしか。パトリック、どうかよろしく頼む。クロチルダさんを除けば君が一番の使い手のはずだ。ああ、任せてもらおう。そちらもどうか気をつけてくれ。まさかこんなことが起こってしまうとはな。気をつけるんじゃぞ、みんな。ええ、グエンローも。きっと無事に戻ってきます。
真実を知るためにも、一体どこまで知っているの？シャロンについても、黒の工房についても。ああ、アリサさん。もともとシャロンとは、あの人が姿を現すまでの契約だった。10年前の爆発事故で、あの子と戦い、炎に消えた彼が戻ってくるまでの。それが果たされた今、あの子を縛るものは何もない。心置きなく元の職場に戻れるというものでしょう。お前というやつはシュミット、お前もどこまで知っておった？まあ、気候兵の研究ノートを見つけた時、それが私への卒業論文だとは気づいた。どうやらくだらぬ妄想に取りつかれているようだが、三番弟子を従えて何をするつもりか、せいぜい見届けさせてもらうとしよう。ジョルジュ先輩のことも。ああ、もともとフランツの同郷と聞いて声をかけたくらいだからな。知性の本拠地、黒の工房か。一体帝国のどこにあることやら。納得できなければ自分の目と耳で確かめてみなさい。シャロンの本心やあの人の真実を。言われなくても。兄様、ミュゼニ、ユーナさん、クルートさんも、どうかお気をつけて。うん、エリゼさんも。先輩に姫様の、どうか女神のご加護を。必ず戻ってくる。どうか、待っていてくれ。信じています。リーンさんに、七組の皆さんを。それとどうか。どうかセドリックたちを止め。お任せを。貴族の義務として、何よりも七組として。終焉を導く鐘の音、必ずや止めてみせましょう。姉さん、どうかあとはお願いします。ええ、任せなさい。この山場を乗り越えたら二人きりで話しましょう。今まで避け続けてしまったせめてものお詫びにね。話半分に受け取っておくね。あら、日頃の行いでしょ。ま、昭和ル兄貴の言うことを鵜呑みにせぬくらいには大人になったということじゃろ。あ、おばあちゃんは人のこと言えないからね。うん。すごい。使徒第二中、青の深淵の結界。よし、これで準備完了じゃ。それでは行きましょうか。ロジーヌ君、あとはお願いします。はい、ヘミスフィア卿たちと何とか連絡を取ってみます。リンさん、ガイウスさんたちもどうかお気をつけて。ああ、君も。あとはよろしく頼む。それじゃあ行きましょう。カレルリキュ、いや黒き聖杯へ。
てやるんだから。こらヒューゴ、あんたも噛んでんのか。そんなわけないだろうと言いたいところだが、確かにこのくらいはやりかねない人たちかもな。はあ？そこまでだ、化け物ども。あ、第四機構師団だ。おお、やっ、出るよ。大通り中央は制圧ですが、帝都全域に被害が拡大中のようです。カレル離宮の方で異変があったとの連絡も。これより3個連隊に分ける。それぞれ帝都の各所へ向かえ。ナイトハルト、お主はトールズ良好と連携するがいい。了解しました。アラン順位下2名。なんだ、邪魔をするな。あれは危ない。カイ君、マッチョ君、逃げろ。ニア、マッチョ、マッチョロ、カッコつけてんじゃねえ。お姉さんたち、遊撃士の姉ちゃんたちも大丈夫？みんな、ここは僕らに任せて。とっとと片付けるしかなさそうじゃな。箱と結界で被害は抑えます。皆さん存分にやってください。ありがたい。速攻で片付ける。行くぞ、新旧7組。ああ、上等じゃない。受けないで。ありがとう。お返しだ。俺の番だな。あ、崩れた。いただけ。よし。
ただけ。私の番ね。
引いてなるものか。逃がさろ、今だ。みんな、おのれ、許さん。俺の番だ。あなたに感謝させる。任せるがよい。任せるがいい。行くぞ。僕の番だな。貫け。やらせん。俺の番だ。ここだ。崩れたぞ。任せるがよい。燃えろ、バリア。私の番だな。絶空砲翼の力だ。思い知るがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ。その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよう。行くぞ。崩したぞ。ここだ。任せるがいい。はい。行くぞ。はっ。俺の番だ。任せるがいい。はっ。そなたに感謝。礼は言おう。私の番だ。任せるがいい。はい。アルゼイドが死んで、その身の危かく。まずいな。任せてくれ。くらえ。やらせん。
言え。許さぬ。そなたに感謝を。行くぞ。崩したぞ。だがこれで撃破完了。君たち大丈夫か？怪我とかしてないよね？うおー、すげー、あんなのをやっつけるなんて。怖かった。なんだよリンシバルト、超かっこいいじゃんか。あ、なんだって？なんでもねえよ。とにかく無事でよかったですね。カイ！マーサさん、フレッドさん、オスカーさんたちも。ああ、君たちが助けてくれたんだね。遊撃士さんたちもありがとね。たくも心配かけさせて。ごめんって母さん。大丈夫みたいだな。ミアちゃん、マッシュ君も。みんな宿に避難してるわ。あなたたちも。リー、みんな。そっちも片付いたみたいだね。安全を確保したら先を急がないと。あらて、しかもあんなに厄介ですね。このままではキリがなさそうじゃの。ですが放っておきません。ここは手分けして離宮へ向かうメンバーを。その必要はないよ。な、拳銃にライフル、対戦車砲。あ、うじゃうじゃとキリねえな。どうするママ？あの時のバルドほどじゃないね。格好撃破しつつ押し戻す。ジョゼット、あんたも手伝いや。はいはい。たく、でたらめな親子だな。ここは僕らに任せて、あんたたちはとっとと行きな。ジョゼットさんも助かります。今のうちにみんなを避難させるぞ。手伝ってくれベネット、フィリー。え、はい。ここは任せてよさそうじゃ。行くぞ主たち。よくわからないがしっかりやるんだよ。君たちに女神の加護。ありがとうございます。行こう。
フォア先輩、そちらの状況はどうですか？うん、ちょうどさっき演出隊の人たちが引き上げて、テートが襲われているみたいだけど、どうなってるの？落ち着いて聞いてください。かいつまんで説明しますか。で、フレーム級との連絡は途絶。そもそも大将閣下、皇太子殿下、総督閣下はお出かけだったらしく。オズボン大将、やはりあなたは。閣下、パトリックさんからです。皇女殿下の安全は一旦確保されたとのことですが、東に向かったログナ港は不明のままで。そうか。いずれにせよ、あの方の読み通りとなったか。ならば次の盤面への一手を始めるしかあるまい。え？準将、サイは投げられた。帝都民を救いつつ行動を始めるといい。あちらは役者の到着を待つしかないか。作戦開始。バイスラント決起軍の初陣だ。西門突入後、市内の厳重魔鋼兵を片付けつつ帝都駅へ向かう。あの方も合流する。誉れを見せるぞ。イエス、今度。こちらアービング。アークロイヤルが動いた。帝都駅を経由、離宮の方に向かっただと。それって本校の赤い走行列車のことか。本校と分校、治癒を決する時が来たようだな。私はこれより別行動を取る。そなたらは離宮に急行、シュバルツァーたちを助けるがいい。待ってください。で、あんたどこへ。何、野暮用でな。ついでに化け物どもも片付け、文校長としての義理も果たすとしよう。健闘を祈る。青き遊郭の若獅子たちよ。
暴用、まさか。とにかく今は利休へ急ぎましょう。最小どもがやらかしたみたいだが、あんたはどうするんだ。言うまでもない。第二の教官として動くだけだ。赤い星座、一個大隊はいるわね。アークロイヤル号、エイドにフリッツ、本校はそちらについたか。思ったより早かったね。深淵はいないみたいだけど、なかなか壮観な顔ぶれじゃないか。トールズ7組、きっと来ると思っていたよ。ジョルジュ先輩、どうして。知性の一人、そして結社の同期しか。ですが、無駄な悪あがきですわね。これもマスターのご意志。悪く思わないでちょうだい。敵対、守りに徹するか。ま、団長に任されてしもたし。進むならば覚悟してもらおう。シャーリー様の露払いして。ゼノ、テオ、二大両兵団が手を組んだのか。ヘドリック殿下の。リーン教官、七組。ここ。おかしいよ、そんなの。良くも悪くも、彼らは帝国人だ。宰相閣下と皇太子殿下に抗うのは難しいでしょうね。ロゼさん、トマス教官、あの結界は突破可能ですか。至難であろうな。たとえ鬼神を呼んだとしても。だがそちらの小僧の箱とわらわの術を合わせれば、あるいはなんとかねじ込むことはできるかもしれませんね。おばあちゃん、俺たちのために道を開いてくださるか。どうやら他に選択肢はなさそうですし。ま、年寄りは裏方に回らせてもらうとしよう。エマ、セリーナ、転移術の方は任せたぞ。はい、任せなさい。やる気ですの。この夫人を見て大した度胸やけど。来たか。まさか。あくまで食い下がるか。
に合ったか。ジャストタイミングでしょう。キヨスケ、間に合ったか。え、あちらの方が送ってくださったので。アガッタさん、シェルさんたちの方は？かなり厳しいが、ケツ叩かれてきしまった。こんな時にお前のそばにいなくてどうすんだってな。ヒュー、ヒュー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 。うるせえっての。少しだけ和んだところで、役者は揃ったみたいだね。始めるとしよう。結社の方々は引き受けましょうか。誰ごと。聖杯の副長、相手にとって不足なし。ヒールの魔女第二中並みと思った方が良さそうね。そんじゃ俺らは銃剣たちの相手をしようか。 ZGF の最新武装ならば我らは若屋財団の娘 TMP 少佐の相手をしよう。だったら僕は。トールズ第二分校、これより協力者の力も借りて聖杯の攻略を開始します。イエスマン。こちらも出ます。トールズ士官学院本校、これより第二の迎撃を開始する。おう。どうして、いつから黒の工房に。それにあーちゃんはどうしたの。最初からさ。もともと僕は地底の生まれだ。博士に弟子入りする前からね。そしてアンなら死んだよ。それは嘘だよ。左翼少し引いて、突出しすぎてる。アンちゃんもクロウ君もジョルジュ君もよく知ってる。クロウ君を助けたジョルジュ君がアンちゃんを見捨てるわけがない。閉じ込めてるんでしょ、工房の本拠地とかに。だったら試してみるかい。先輩、させるか。今だよリン君たち。全員結んだわ。少しなら動けるわよ。させないよ。覚悟ですわ。こちらのセリフだ。下がるがいい。ここは通さない。今です。行くがよい。七組の子らよ。アラアド翼よ。エウムローカ、我らをあの地へ。
して、あとは彼らに任せるとして、なんとか食い止める必要がありそうですね。ああ、やってくれたね。この落とし前、叩く効きますわよ。あの黒い卵の中みたいだね。感じる。かつてないほどの力を。ええ、あの高魔将を遥かに超えていますね。この高さ500アージュくらいかしら。ええ、反響具合からそのくらいでしょう。行きましょうか。間違いなく彼らが待ち受けていそうですか。であろうな。結社の使徒に執行者、知性の協力者、そしてアイアンブリード。ああ。でも行かなきゃ。うん。何が立ちはだかろうが、とも新旧含めた7組として前へ進むだけだ。ええ、私たちが私たちであるためにも。世界を終わらせるなんてあの人たちにさせないためにも。アリサさん、その通りですよ。させません、絶対に。覚悟は十分みたいね。全員揃ってないのは残念だけど、まあ帳尻を合わせればいいでしょう。そうですね。待ち受けるのは極限の戦いだが、恐れることはない。2年以上にわたって練られ、新たな力も加えた俺たちなら、今のトーレスの7組なら乗り越えられないものはないはずだ。状況開始。黄昏の開始を阻止、拘束されたアルティナも解放する。俺たちを送り出してくれた全ての人たちに報いるためにも、全員揃って何があっても絶対生きて帰るぞ。皆さん、気をつけていきましょう。
ですね。トーン後期さあ長官お願いする。俺の番だな。今だ。任せなさい。任せてくれ。任せるがよい。と任せなさい。行くぞ。任せてくれ。行くぞ。私の番ね。俺の番だな。行くぞ。時が惜しい。行くとしよう。Ha!
奈落のごとき吹き抜け、まるでそこが見通せぬな。だが悪しき風を強く感じる。間違いないだろう。ええ、行きましょう。この儀式何としても止めなくては。行きましょう。ラジカルスティーブ、任せなさい。俺の番だな。崩れた。行くぞ。後期任せなさい。ダウン。チャンス。俺の番だな。今だ。さすがガイウス。やったわね。やったの。Yeah.
燃えろ。せっ、崩れた。任せなさい。はっ、行くぞ。任せてくれ。ほら、今だ。勝利だ。まだまだこれか。任せなさい。さあ、今よ。はい。俺の番だ。任せなさい。はっ、チャンス。行くわよ。私の番だな。俺の番だな。はっ。行くぞ。ええ、はっ、わたしの番だな。はっ、まい、せっ。さあ、とっとと先に進むわよ。はっはっ、いつも行ける。私の番ね。さあ、
に進みます。まだまだこれからだ。進むわ。
行くぞ。崩れたぞ。私の番だな。我が剣にかけて悪は許さぬ。強そうなのがいる。気をつけないと。せや、相手に立つ不足はない。面倒ね。さあ先を急ぐわよ。強そうなのがいる。気をつけないと。そこだ。上手ね。上等じゃない。
崩したぞ。みんな任せなさい。ダン今よ。俺の番だ。ふっ、今だ。さすがガイウス。よし、掴んだ。やったね。まだまだこれからだ。でかいな。心してかかるぞ。はっ。そこだ。相手にとって不足はない。はっ。任せるがよい。はっ。行くぞ。ふっ。はっ。私の番ね。さあ今よ。俺の番だな。燃えろ。俺の番だな。でっけえ方よ。行くぞ。はっ。任せるがよい。とあたしの番ね。行くぞ。本番よ。面倒ね。引きましょう。マイ、はっ。ええ、ダン。させない。甘い。任せるがよい。トン。マイ、セン。崩れた。任せてくれ。はっ。おだ、崩れたぞ。行くぞ。私の番。ヘイ、チャンス。俺の番だな。ヘイ、今だ。ここだ。私の番。トーン。後期。俺の番だ。はっ。今だ。ヘイ。さあ、せい。いつでも行きな。Thank you.
任せてくれ。任せるがよい。行くぞ。行くぞ。私の番ですね。はい。
通用するか。あなたが入れば儀式は台無しとなるでしょう。力を振るうときはわきまえることです、レオンハルトのように。へいへい、まずは前菜を味わうとし。まさかあなたたちが最初に全面協力するとは。大いなる黄昏というのが何をもたらすのか知っているの？すべては大いなる主の幻影計画を導くため。そして私にとっては過去の決着をつけるためでもあります。ゾクゾクするような祭りが始まるみたいだからな。乗らないのももったいない話だろ。飛行に最強か。お初にお目にかかる、リアンヌ・サンドロット殿。我が父ビクター・アルゼイドに代わり挨拶させていただこう。アルゼイドが末、ようこそと言っておきましょう。ですが、その名で呼ぶ必要はありません。すでに S はアルゼイドのもの。ここにいるのは過去の幻影です。あ、ですが私にとって目標であり、乗り越えたいと思っていた存在。250年練られしアルゼイドの剣、どうか受けてはもらえぬだろうか。いいでしょう、私も気になっていたところです。しかし剣商の娘はともかく、やっと一人前の魔女に新米騎士、くたばるのは早すぎるんじゃねえか。なんですって。だからこそです。うん、オサでも姉さんでもなく、今ここにいるのが私である意味。それって長の方が持っていた。断りを超えた暴虐なる炎、炎の末裔たる魔女の代表として何としても封じます。エマ、ガイウスが受け継いだという守護騎士としての力。ああ、風と女神、力継いだ印にかけて必ずや道を切り開かせてもらう。ハッハッハ、いいだろう。どちらも食い出がありそうだ。とことん楽しもうじゃねえか。果たしてそなたたちに終末を止める力がありしか、全身全霊で示してみなさい。おう！もはや言葉は不要。行きますよ。楽しませてもらうぜ、灰の小僧ども。燃えろ、バリアントハウス。我が求める命、今こそ権限せよ。とは堅牢。行くぞ。崩れたぞ。行きますよ。どうだ。
します。そなたにか。みんな我が元。ありがとう。すみません、皆さん。まだいける。ありがとう。ありがとうございます。私の番だな。
とはお願い。引き受けよう。私の番ね。ごめん、お願い。俺に任せてもらおう。僕の番だね。奏でて。私の番ですね。アラブル。大丈夫？ありがとうございます。任せてちょうだい。行くわよ。荒ぶる神。任せてちょうだい。行くわよ。大丈夫？ありがとうございます。いや。ありがとう。ありがとうございます。僕の番だね。はい。構えろ。私の番ですね。
ありがとう。マイ。崩れた。行くぞ。燃えろ。頑張って。ありがとう。任せてちょうだい。ありがとう。こういうのはどうだ。すぐに処置します。ありがとう。頑張って。ありがとう。大丈夫？ありがとうございます。まずいかも。やっ、ありがとう。負けない。行きましょう。私の番ね。ゲッ。うん、やっ。頑張って。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。甘く見ないで。行きます。えい。マイ。はっ。崩れた。えい。と。させるか。俺の番だな。はっ。どうだ。すぐに処置します。頑張って。ありがとう。大丈夫。ありがとう。私の番ですね。我が求めに。耐えて。ありがとう。僕の番だね。えい。ありがとう。僕の番だね。行きましょう。さてと。えい。チャンス。私の番ね。燃え。マジかよ。
さん、先に進みましょう。よし、掴んだ。やったわ。やった。検証の娘もやるじゃねえか。食い下がるのはいいが、親父の二の鉄は踏むんじゃねえぞ。刃こぼれした剣じゃ本気で楽しめねえからな。少子、その程度で父上を語るでない。ニン、ミナモン、ここは我らに任せよ。ええ、敵はまだまだ長いです。俺たちも必ず追いつく。分かったよ。分かった。くれぐれも気をつけてくれ。甘い。立てないわよ。これがガイウスさんの守護騎士としての真の力か。ああ、そういえばまだ名乗っていなかったな。第8位、絶空砲翼ガイウス・ウォーゼ、後天獅子に代わりお相手する。いい気合よし。楽しませてもらおうか。聖杯を食らい尽くすまでな。